こんにちは、しげしげです。極限の闘技場1、こちらを転生串灘姫のパーティーでやっていきたいと思います。はい、串灘姫も転生ということで、使っていきたいと思います。で、リーダースキルのおさらいからいきましょう。落ちコンしなくなるが、回復タイプの HP と攻撃力が 1.5 倍、5コンボ以上で攻撃力が上昇、最大12倍というものになっております。回復タイプを持つモンスターだったら最大これが10コンボなんですけど、10コンボした時に、18倍、リーダーフレンド合わせて324倍出るリーダーになっております。で、コンボ数によって、倍率コントロールできますので、まあその辺はね、ダメージ吸収のモンスターが出たりしたらやっていきたいと思います。はい、こういう根性を持つモンスター相手にもね、結構火力調整ができるので、まだ落ちコンが来ないっていう時点でかなり火力調整がしやすいですね。ので、まあスムーズに攻略していけるんじゃないかなと思います。で、このパーティーを組む上でですね、結構この回復タイプ縛りっていうのが難しくてですね、今回ビシュヌだけ回復タイプじゃないんですけど採用しております。まだ貴族性の回復タイプがそんなにいないので、まあ中は貴族性じゃなくてもいいかなと思います。まあ他の色にするなら光か闇かですかね。結構転生白が、まあ、コンボ強化持ってたりするので入れたい感じはありましたね。ただ白の陣を使っちゃうと串灘が完全に攻撃に参加しない形になるので、まあそれも微妙かなと思って、まあとりあえずは今回は貴族性でいくかって感じのパーティーがこれです。はい、で左から2番目のバルキリー、キバルなんですけど、この子はガードブレイクとコンボ強化持ってて回復タイプなので、まあ必須かなと。こまめにドロップを補給したりするのにも使えますし、まあ必須レベルで入ってくるんじゃないかなと思います。で、その次の転生アスタロトですね。まあ結構その属性強化の覚醒分はちょっと無駄になっちゃうんですけど、まあステータスもいいし、まあ操作時間延長も持ってるので、まあ全然ありかなと思います。はい、でバインド耐性持ってるので、今回の場合は威嚇をアシストしております。その他のね、詳しいアシストは概要欄の方に載せておきますので、そちらからご確認ください。はい、でアスタロトの隣のミカエルですね。この子も、まあ、同じように属性強化の分結構覚醒が無駄になっちゃってはいるんですけど、自動回復、これが結構でかいですね。はい、HP 倍率はあるんですけど回復倍率がないので、まあこまめに回復していけるので、自動回復があるとそういったところで非常に相性がいいのかなと思います。で、今回なんでその回復タイプじゃない枠でビシュヌを選んだかというと、まあ2体攻撃3つ持ちというのもあるし、操作時間延長2つ持ちっていうのもあるし、封印耐性も2つかなので、まあかなりね、あとドロップ供給もできるので、まあかなり相性がいいかなと思って編成しております。で、正直ね、回復タイプの枠は2枠あれば十分かなとまで思います。一応3枠入れて 58,308 の HP は確保できているので、まあ最悪ね、ヘラの先生が受けれるだけの HP が確保できれば、まあ中は全然何でもいいかなと思います。
はい。で、基本的にはもう火力は申し分ないので7コンボできればバルキリーが抜いていってくれますので、まあ最低でも7コンボはね組んでいきたいですね。操作時間はまあ確保できてると、できてると思うので、まあ落ち着いて組んでいけば問題なく倒せるんじゃないかなと。で、副属性が水なので、まあこういった感じの吸収にもまずは木属性、木ドロップを消して盤面を調整してから水で殴っていくといった攻撃もできるようになりましたね。はい、バトル銃ですね。結構クシナダは覚醒スキルに無駄がないので、他の多色クッパとかにも全然ね、この木水の枠って悩むこと多いんですけど、入ってくるんじゃないかなと思います。それでいうと神タイプもドラゴンタイプも持ってるので、まあラードラパーティーのサブだったり、ルーツ、ドラゴン縛りのあるルーツのサブにも全然色合わせとして入ってくるんじゃないかなと思います。まあスキルも普通に強いんでね、色合わせというか、まあ普通に入ってくるんじゃないかなと。はい、そんな感じです。で、こういった敵ですね、パーティー全体の攻撃力じゃなくて単体で火力を出さなきゃいけない時も、まあ今のは木ドロップがたくさんあったんで問題はないんですけど、まあ基本的にはバルキリーが貫通してくれます。バルキリー持ってる方はね、ぜひ育ててください。クシナダと非常に相性がいいです。何回も言ってるな。はい、で、ここ属性的にもあれなのと制限されてるのでちょっと心配ですけど、まあ今の木の量なら大丈夫ですね。キバルが600万ぐらい出してます。はい、家具土出てきちゃったので一旦とりあえず回復します。木ドロップが残んないか、ここだと。はい、まあビシュヌ使っていきましょう。こういうところでね、ドロップ数を軽く調整できるのもかなり優秀だと思います。はい、まあこんな感じで OK ですね。で、1残ってるので水で攻撃していきます。バトル16。はい、割合ダメージ食らいたくないのでワンパンしていきましょう。はい、まあ町作る意味もないんですけど、この次ですね、かなり組みやすくなったりもしますので、まあ基本的には町を作るのをおすすめします。これ足んないかな、7コンボ足んないですね。はい、まあコンボ組んでいきましょう。で、このパーティーエンハンス積んでありません。積んでるのは2コンボ加算ですね。この2コンボ加算で倍率がかなり跳ね上がりますので、今回エンハンスはなしでコンボ加算で
カーリーを倒していきたいと思います。はい、もうだいぶ安心ですね。はい、でこの次ですね、三色陣使って、まあ、コンボ加算で倒していきましょう。あ、アスタロス上がったんで2色にしましょうかね。アシストが一応ベルダンディなんですけど、ベルダンディからのアスタロトで2色陣にできますので、はい、でコンボ加算ですね。筋肉マンソルジャーで今は手に入らないのでちょっとあれなんですけど、まあ、フレンドさんとかで持ってる方がいたらアシストしてもらったりしてください。結構優秀です。はい、11コンボでいい火力出てますね。はい、ポノピーもこれいけるかな、いきましょう。キー多めでコンボしていきます。はい、バルキリーの火力に注目してください。2000万ぐらいですね。ということでめちゃくちゃ強いので、転生串灘姫使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。